こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、濃い暗い色の着物として結城紬、それから大島紬ですね、大島紬、そして今日私が着ています久米島という紬があるんですけれども、この3点を比べてみたいと思います。結城紬、大島紬、久米島紬の違い、そしてその中で帯合わせの違いですとかポイントをお伝えしたいと思います。3種類の暗い紬たちが皆様にとってコーディネートしやすくなりますように、この動画をお届けいたします。最後まで見ていただきますと、皆様はこれらの暗い紬のコーディネートが上達しますよ。東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、始めたいと思います。まず、私の今日のコーディネートをご説明させていただきます。今日の私は久米島の、これは久米島紬なんですけれども、黒というよりは赤茶色、黒っぽい、濃い焦げ茶、で、黒に近い色ですね。で、これを一重に仕立ててるんですね。はい、その着物に対して、8寸の名古屋帯を締めています。この8寸の名古屋帯は割とお気に入りなんですね。このはっきりした色合いが好きで、よくいろんなお着物に合わせております。そして、私は3色、全身を3色にすると私らしくなると思っていますので、帯締め帯揚げは、着物の色とも、それから帯の色とも違う色ということで、この黄色、からし色を選びました。明るいからし色ですね。そしてここにからし色を持ってくるととてもこう暗くなるんですね。長襦袢からし色ですけれども。はい。ですからちょっと黄緑色系の色を入れています。そういうコーディネートになります。8寸の帯と紬。ですから、格は合っています。それから、12月という季節に対しても色合いは合っていると思うんですね。ただ一重ってどうなのかなって思ったんですが、やっぱり温暖化で寒いとは言っても結構暖かいので、これで十分だなという感じで今日は着ております。はい、それでは結城紬と久米島と大島の違いをまずご説明いたします。結城紬というのは茨城や栃木で作られていて、真綿帽子から糸を取って真綿糸で織っている紬なので、ふわふわほかほかとしていますね。それに対して、この以前の動画で私着ていましたけれども、この大島紬というのは鹿児島で織られている着物です。紬と言われていますけれども、生糸を使っていて、紬糸は使っていないんですね。ですから光沢があって艶やか。だけど泥で焙煎しているので暗い色合いです。で、それに対して、この久米島は、久米島の紬というのは、鹿児島の久米島という島で作られています。手織りですね。手織り。で、こっちは手織りではないんですけれども、手織りのものもありますよね。久米島は泥焙煎をしていまして手織りなんですね。で、この3点の特徴は色が暗いということなんです。色が暗かったらコーディネートは同じかしら、同じことにだけ気をつけて着れば着ることができるのということについてお答えをしたいと思います。まず色が暗いという点ではコーディネートの考え方は一緒なんですね。ですが、ちょっと違うところがあるので、今日の動画になっているんです。何が違うかと言いますと、やっぱり糸の光沢なんですね。これは紬糸です。これは真綿糸です。真綿糸も紬糸の一種なので、糸の取り方が違うだけです。真綿糸、紬です。これも紬です。で、大島は紬と言いながら、生糸なので紬糸ではないんです。ということは、光沢感が違うんですね。こっちって光を吸収するような感じがありますよね。光を反射していない。光を吸収してしまう、こう、雰囲気がありますよね。光を吸収して、穏やかね、知的ね、っていう。で、久米島もそうなんですね。割と光を吸収する暗さがあります。ところが、大島紬は光を反射していますよね。
色は暗いんだけれども光を反射する風合いがあります。それは生糸の光沢感なんですが、ですからここだけが違うんですね。その他にまた織り方が違うとかいうこともありますけれども、特に着て着る上で、それからコーディネートを考える上で、この違いがとてもあります。ですからこの前の動画で大島紬に合わせる帯というのをご紹介いたしましたが、こちらは素朴な紬の帯が合わない、合わなかったですよね。合わないです。でもこちらとこちらにはとてもよく合うんですね。例えば、これは首里の帯ですね。この首里の帯を結城紬に合わせてもよく合うんです。風合いも合います。はい。久米島に合わせても、風合いが合うんですよ。ところが、大島紬に合わせますと、なんとなく違うんですよね。なんとなく違う。でこれは光沢感と光を反射するのと光を吸収するということの違いになるんですね。ですからここだけ気をつけていただけばいいと思います。でも気をつけるって言ったってそんな帯がないと困っちゃうのよねっていうことになるかもしれませんが、一応それがポイントです。じゃあこういう結城紬や久米島にはいつもこういう光を吸収する帯が合うのね。じゃあそうやって着ればいいのねっていうことになりますよね。それ丸です。丸ですが、じゃあ他の帯は合わないんですかということになりますので、それも考えてみましょう。例えば、九寸の名古屋帯、染めの名古屋帯なんですね。織物に対して織物の帯というのはとてもよく合います。例えばこの吉野感動にしてもよく合うんですね。よく、とてもよく合うんです。で、じゃあ染め物はどうですか？染め物も合いますよ。この種類は八寸でしたが、八寸ではなくて、九寸でも合います。九寸の織の帯でも合います。それから、九寸の染めの帯も合います。じゃあどういうふうに違うの？何でもいいの？コーディネートができればいいの？っていうふうに考えますよね。はい、この時にどういうふうに考えるかと言いますと、着物のコーディネートが先にありきではなくて、TPO がありきなんですよ。例えば、今日は着物好きな方たちと一緒にお出かけするのねっていう時は、もうおしゃれ、着物好きな雰囲気をここに出せばいいと思うので、沖縄の久米島に首里をして、私今日は沖縄チックなんですよって言ったらすごくかっこいいと思うんですね。でもこの時に、この帯八寸なんですね。八寸ってそんな格が高くない。だけどおしゃれする時に格なんか求められないのでこれでいいんです。かえって、こんな、九寸の帯をした方が素敵かもしれないけれども、沖縄らしさがないし、その着物通というよりはおしゃれさんねっていう風になっちゃうんですね。着物通は圧倒的にこれとかこれなんですよ。この首里の帯ですとか、この吉野感動の方が着物通です。ですよね。ですが、じゃあ、ちょっと今日は PTA のお母様方との集まりがあって、どこかでお食事をするんですっていう時に、皆さんこう、華やいだ方たちだから、何を着ようかしらっていう時に、もしこれを着るとしたら、こういう方がおしゃれじゃありませんか？ですよね。ですから、この方がモダンでおしゃれでエレガントなんです。これを合わせて、この姿で言ってください。今日はなんとか先生にお会いして、ちょっと大切なお話があるんですっていう時は、これですね。これですね。私は沖縄よではなく、それから私はモダンなおしゃれさんよではなく、この方が上等なんですね。こう、すいません。上等っていうのをどういうふうに、お伝えしたらいいかは、ちょっと難しいんですけど、この方が上質な雰囲気があるんですね。格が上っていう。ですから、この方がいいと思います。で、こういうふうにして、TPO に合わせて着姿を着物や帯でバランスをとって変えていくということは、着物を着ていく上でとても重要なことになります。私が今日着ているこれはおしゃれで好きで着ていますね。もう自分で好きで着たいんだったらもう本当に何でも着ればいいんですけども、今日はどなたと
ご一緒にどこへ行って何をするっていう目的がありますよね。それが例えばセザンヌの絵を見に行きますっていう時は、セザンヌね、セザンヌだと沖縄じゃないですよね、セザンヌだとこれですよね、セザンヌのその色合いの綺麗なもやもやっとした色合い、これがいいですよね。でも国立博物館に古代の何かを見に行くっていう時はこれいいじゃないですか。それから音楽会、音楽会もその音楽によりますよね。クラシックなのか、それからジャズなのかっていうことで考えて帯を選んでください。というふうに着物と帯のコーディネートが最優先ではなくて、 TPO に合わせてお持ちの帯を選び合わせてコーディネートしていくということが重要になります。今日は3種類の暗いお着物の違いと、それから帯合わせについてお伝えをしました。皆様のご意見やご感想をお寄せください。またご不明な点はお気軽にコメントをお寄せください。さて今日の着物クイズです。久米島紬は北海道の紬です。丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。